こちらはネクスコ東日本です。午後6時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。75キロポスト付近の上里サービスエリアを先頭に1キロほど、また高坂サービスエリアを先頭に25キロほど、それぞれ渋滞しています。引き続き東北道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。羽生インターを先頭に19キロほど、また岩槻インターを先頭に2キロほど、それぞれ渋滞しています。ハイウェイラジオ北関東道出鶴原よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。